色絵ボタン文水差し重要文化財、東京国立博物館像水差しは、茶道具の一つである。水差しという別表記があるほか、水木、水木とも呼ばれる。茶道の手前で、茶釜に水を足したり、茶碗や茶筅を洗う水を蓄えておくための器である。材質は、陶磁器製のものが多いが、その他にも揚げ物、塗り物など木工品や金物などもある。 焼き物の水差しでは、蓋が一緒に作られているものを共蓋と呼び、別に塗り物で作られているものは、塗り蓋と呼んでいる。みなぐとして扱う場合、多くは、灼立、剣水、蓋置けなどと、セットになっている。独立した、茶道具として扱う場合、風呂と並べて客付けに置く、手前畳の中央に置く、棚に入れる、長板に置くなどして扱う。多くは、円筒形だが、 用途によって形状に差異が生じる。材質も用途によって分かれるが、大きく金属、陶磁器、牧畜に大別される。近年は、ほとんどが陶磁器製になっている。オランダで作られたデリフト用製のオランダ水刺しと呼ばれるものもあり、江戸時代に輸入された。西洋薬種を入れた容器などを転用したものと思われる。オランダ水刺しは表面に、唐草模様が描かれており、 タバコの葉を彷彿とさせることから、タバコの葉水指という故障もある。また、縄文土器を転用した水差しが存在する。ありがとうございます。